トムヤムくん、トムヤムくんは辛味と酸味、複雑な香りが特徴的な有名なタイ料理。トムヤンくんとも表記される。トムは煮る、ヤムは混ぜる、くんはエビのこと。エビ入りトムヤムスープという意味であり、他にも鶏肉やイカと他の食材入りのトムヤムスープもある。鶏ならトムヤム貝、魚肉ならトムヤムプラー、イカならトムヤムプラームックとなる。 ココナッツミルクの有無によって淡麗なナムサイと入濁したナムコンに分かれる。レモングラスを使った酸味のある味が特徴。世界三大スープの一つとされるが、美味しんぼの原作者であるカリア・アキラは、友人で食文化研究家の森江拓司が広めたと主張している。ちなみに、あとの二つは、ブイヤベースとフカヒレのスープとされることが多い。エビの殻と身を分ける。 エビの殻とレモングラス、バイマックルー、プリッキーヌ、カーなどの香辛料をチキンスープで煮て、スープを作る。ナンプラー、ナムプリックパオなどの調味料とマナオの果汁で味を整える。エビの実と袋竹を入れる。エビに火が通ったら仕上げにパクチーの葉を加える。好みによってココナッツミルクを入れても良い。なお、 固形やペースト状のトムヤムスープの素が、マギーやクノールなどから販売されており、これを使えば簡単に作ることができる。ありがとうございます。